今日低温の凍らせまして撤退冷凍されまして、清水港に水揚げされそして、今解凍いたしまして皆様方の前で解体をご覧いただいているわけであります。重さが40キロ、お刺身に作りますと200人前ほど作ることができます。ご覧になっている通り、これから刺身にするまでの、工程をご覧いただくわけでありますが、頭を取り、これから頭を外し、そして、骨、血合い、皮などを取っていきますと、40キロのマグロ、約半分、20キロになってしまうわけであります。しかしながら、マグロによって、取っているのもあれば、また痩せているマグロもあります。平均しまして、大体約半分。これを業界では、ぶどう回りと言います。細いマグロは、やはり40キロあっても、興味が16キロ、17キロしか、取れないというところもあります。従いまして、マグロ、ですが、魚に関しては痩せているより取っていた方がいいと価値があるということになります。だから競りを始めたいと思います。はい、1番の商品から1番からおいくら？100 100、はい、100円。あんまり焼けた？上げた方がいい。はい、2番の商品おいくら？100円。100円は来てる。はい、100円。そっちのお母さん。はい、3番の商品おいくら？100円。100円はごめん来てる。100円。はい、100円。はい、4番の商品おいくら？100円。100円。はい、100円。100。はい、100円。一番向こう。はい、ありがとうございます。これはマグロ。はい、6番の商品おいくら？100円。100円。はい、100円。オール100円か？はい、7番おいくら？100円。はい、まだ100円。はい、100円。まあいいんだけどね。はい、8番おいくら？あったか？100円。100円。はい、100円。はい、9番おいくら？100円。はい、100円。借金だね。はい、10番おいくら？10番。50。はい、50円。下がったよ。上がんなきゃ困るよ。